入口湯沢神社は山形県西条郡大倉村肘折温泉にある温泉神社である。別名、湯沢神社、薬師神社とも呼ばれる。古来より当時場として知られた肘折温泉の祭人として薬師如来、つくなびこなの命を祀る。元は観音堂と隣接しており、純粋な仏教寺であったが、明治の廃仏希釈によって観音堂がぶち壊されてしまい、 薬師神社を名乗ることで破壊を免れたと言われる。明徳元年創建とされる。一説には、肘折温泉の開湯年次を1390年とする説があり、湯座神社を肘折開け湯土器に混流されたとする論がある。だが、肘折温泉では、大道2年開湯説が広く信じられており、2007年には開湯1200年祭が開催された。 共同浴場である、上の湯横から階段を上がったところが神社である。境内入り口には、下坊のご利益がある、秋葉山石碑が建てられている。随宝寺の南山和尚の記号であり、日野木葉山と書かれている。江戸時代中期、肘折温泉では、大火が頻発したことから、肘折温泉がある南山の地名にちなみ、村民有志が随宝寺に赴いて、南山和尚にお願いし、 日野木葉山と書いてもらった。村民が秋ではなく日野木である理由を問うたところ、南武山和尚は秋とは紅葉であり、紅葉は日に通ず、よって日よけのために秋を逆に書いたのだと答えたという。湯座神社は肘折温泉海遊の地と伝えられる地蔵層へと向かう遊歩道の起点ともなっている。ありがとうございます。